ビクター・ホセレースは、ベネズエラのアンソアテギ州バルセロナ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のデトロイト・タイガース所属。2011年7月にアトランタ・ブレーブスと契約してプロ入り。2012年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブレーブスでプロデビュー。52試合に出場して打率。296、33打点。 12盗塁を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスとアパラチアン・リーグの、ルーキー級ダンビル・ブレイブスでプレーし、2球団合計で49試合に出場して打率。342、25打点、5盗塁を記録した。2014年は、A 級、ローム・ブレイブスでプレーし、89試合に出場して、打率。五十九 34打点、12盗塁を記録した。2015年4月6日にこの年のドラフト指名権とのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は参加の A 級、ケーンカウンティクーガーズでプレイし、121試合に出場して打率。311、日本塁が59打点、13盗塁を記録した。2016年は、 a 級バイセイリ i アロ o ハイドでプレーし、124試合に出場して打率。303、6本塁打、54打点、20盗塁を記録した。2017年は AA 級、ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、126試合に出場して打率。292、4本塁打、51打点、18盗塁を記録した。 2017年12月12日にルール5ドラフトでデトロイトタイガースから指名され移籍した。2018年は開幕25人枠入りし、4月1日のピッツバーグパイレーツ戦にて9番左翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年は100試合に出場して打率、222、1本塁打、12打点、9盗塁を記録した。 2019年は69試合に出場して打率。304、3本塁打、25打点、9盗塁を記録した。スプリントスピードは球回全体でも上位である。ありがとうございます。